CR セクシーフォールセカンドシーズン実践バトル最強セクシーデッチマッチまずは赤コーナーパチンコセクシーライダー最強リングインしてるセクシー相手強敵ですよ青コーナーセクシーライダーそのビーツサンフィー下から来てる下から来てる下から来てる一度パターンだソフィーですよろしくお願いしますさあソフィーさんはいソフィーだった相手が見たことないそんなの身につけてるの確かにシースルーですねちょっと今日は何ですかあの、ね、ビスチェ的なビスチェ、ね、イメージでビスチェビスチェ私もやっていいセクシーこんなに肌を露出したさやかさんを見たことないでしょ見たことないこれ何の戦いですか確かにいやいやまあ始まったら始まったら説明しますから大丈夫ですとにかくまあ新大このセクシュアルセカンドシーズンを打っての、はいうん、あのまあバトル当てた方が勝ち、はいただ我々だけだと、まだ出たてのあの台ですからす、ねはい、何も知らない、うん、ので、はいセクシー解説フランケンヤングシバよろしくお願いしますセクシーセクシーチンジチンジ一番ダイナマイトボディ待て待てもうバカ野郎さあフランケン山下さん、はいセクシーホールのことはもう何でもご存知まあ前作がですねやっぱりアマネジが相当長い間稼働して、はい、パチンコファンの人気も高いので人気だったですよねそうですよね今回のセクシーホールのセカンドシーズンは、はい、全てはセクシーホールファンのために作られてないということでいいものはそのままに残しつついい継承の進化をしているのでそのあたりを見せられればなという今回の番組でございますバトルで負けた方にはそれなりのお仕置きというか、はいまあ、罰ゲームというか聞いてないんですけど聞いてるでしょもう、まあ、一応セクシー対決なんで、はいはい目の保養になるようにね困るどうしましょういやいや、おるの、まあ、バトルの内容に関してはね、3パターン用意してましてそれぞれルールはまた、はい、その都度解説いたしますのであ、はいはい、あのお二人にはとりあえず打ってもらって、はい、出会いの魅力を伝えつつ負けた場合には、まあ、セクシーなねこうやつを罰ゲームか待ってますからいや、いいですねというわけで、はいCR セクシュアルセカンドシーズン実践バトル、最強セクシーデスマッチのスタートですはい、よろしくお願いします頑張りますよさあ説明説明さあ初当たりバトル、まず一発目のバトルお二方、はい初当たりを競っていただきますなるほど初当たりですねただ当たりを引けばそれでいいかというとそうではありません各辺大当たりを引くまでの早当てバトルああなるほどですんで各辺引いてなんかあれですか V みたいなのが、はいセクシーホールの前作と同様なんですけれどもあのアタックラウンドっていうなんかラウンド中に発生するんでそこで V が入るとあの各辺獲得なんですね、はい、なのでその V が表示された方が勝者としましょうか V 表示で勝者勝ちです勝利なので7あたりを引いたらおそらくは濃厚なんですけれども、うん、V を引くまでは分からないん で、うん、そうです同じタイミングで引いた場合はさどっちが入るかなっていうこともありえます、ね、あえて
あの負けて美味しいところを持ってきた人はラウンドを消化しないのもありです。いやそれは逆に初当てを引いてもアタックラウンドで V が入らなければダメだし、アタックラウンドを獲得できなかったらまたやり直しです。ドロー、あ、ドローというか、もうそれはノーカウントになるわけですね。はい、相手が当たってなかったらもう一回チャレンジできる。だから格変に V が入らないとダメなんです、はい、ダメってことですね。はい、はい、いうことです。はい、格変大当たり引いてください、はい、バトルスタート、はい、スタート打ちますよ。じゃあさあフランケンさん、はい、まずはスペックの解説からですね。そうですね、そこからお願いしたいと思いますね。今回2人に打ってもいただいているセクシーホールセカンドシーズンは、はい、319F といいまして 319.7/1 のスペックになっております。ミドルタイプ、はい、もちろんそれ以外にもライトミドルタイプもアマネジもリリース予定になっておりますので、まあ、今回はとりあえず出玉感もある普通のミドルスペックのやつを実感してもらおうかなということで今回のスペックになっています。なるほど、はい、大当たり確率は 319.7/1 になっておりまして、319、はい、はい、でへそ入賞で大当たりした時は核変と通常の割合がほぼ1対1で 50%50% の割合になっております。50%突入、はい、で電柱入賞時に大当たりしますと必ず核変になります。なるほど、ファイティングモード中は落ちない限りは続きます。原作は100回転ありまして、途中で、はい、バトルハイブこれ転落したかなっていう場合でも100回転までは全部回せますんで。なるほど、はい、でなおかつその100回転を過ぎた後でもですね、核変がまだ残っている場合は、うん、延長サドンデスに入ります。あ、もう演出がそれになる、はい、入るわけですね。延長サドンデスっていう高速召喚の状態になりまして、でシャッターが閉まったらもう開いた瞬間に敗北してもうそのまま終わるか、うん、もしくは勝利してファイティングモードを継続かつ大当たりに獲得するかどちらかです。はい、じゃあそこでもう割といるのかいないのかということは分かるわけですね。もう完璧に分かります。なるほど、もう電サボもそのままでスパッと終了するんで終わった場合は、じゃあもう核変を残したままやめちゃう心配もないと、はい、そうですね、いうことですよね、はい、だから難しいところは一切ありません。電サボ同様です。はい、おっと走行してるうちにさやかさんの方にリーチが発生しましたが、ちょっと演出若干弱めかなーノーマルリーチですね。ノーマルリーチ、はい、ノーマルでございます。本当に今2人が打ってるところを見ても分かるかもしれないですけど、かなり前作を緩く継承しておりますの ですよ、ね、もう見た目、はい、まんまの感じですもんね。なんとなく本当そうですよ、うん、通常時はあれですか、もうこれ待ちみたいな重要演出あるんですかね。前作とほぼ同様の演出構成なのであれば、やっぱり電飾予告3連のテクニックは重要ですよね。なんかさやかさん何かありますか。わちゃわちゃしてますけど、箱ですか。箱の色がピンクです。ピンクですか。チャンスになりましたか。はい、ここからこのルーレットのマーベラスルーレット始まりましたね。マーベラス、先ほどソフィーさんガセで終わりましたけれども、チャンス、おクイーンです。信頼度アップの赤文字ですね。あ、クイーンの文字は信頼度アップで、さやかさんの方は、連続報告2回目のスピードに発展しました。はい、うん、できればここからさらにです。お、猫ちゃんゲット 100? ボルテージアップ。なんか2人とも急になんか劇的になんか展開が早くて追いつけないんですけれども、さやかさんの方はですね、さやかさんは今疑似2連目、そうですね、リングイン連続報告が始まってますね。連続演出入ってる。でそうテクニック、ソフィーの方はまあガセで終わっちゃいましたので、その代わりさやかの方はリングイン連続がテクニックまで来ました、うん、テクニックまで来てる。信頼度大幅アップです。前作同様、信頼度大幅アップ。もうこれが結構重要なところなんで、これ大事、はい、クイーンのリーチ文字からさやかさんはリーチ後に、おっとリングインチャンス動くかな。ここから決めの演出みたいなのは役物がガッシャンしたりとかっていうのはありますよ、ありますよ。ただ今回はないかな。たださやかの方はマーベラスチャージで、しかも一番スチャージが高い OL の方、熱い5000から始まってるんで、しかもマックスいっちゃうかもしれないですよ。連打やばい。はい、プラス1000、フランケンさんが一番盛り上がってる。マーベラスさやか、この時点で超熱々。もう早くも大当たりが待っている。しかも図柄が3だそうです。図柄3です。図柄3ですか。3どうだったかな。7じゃないとダメかもしれないですよ。今回桜木春の図柄が7しかないんでね。7はほぼ3はオリビア・フェニックスの図柄で、今回どうかな。まあとりあえず超熱々のエースなんで前から出てますから、当たりは当たりなのね。大当たりはしました。はい、ワンツー
スリー、さやかさんおめでとうございます。やったー、早かった、早かったね。さやかさん、カメラに向かって何か決めポーズ、決めポーズください。さやかさん、さやかさん、白だとちょっと不安になる、興奮してた、さやかさん、さやかさん、カメラに向かって何か決めポーズを、セクシーポーズをお願いします。出たー、当たっちゃった。サンズ柄はそれなりに、そうですね、やっぱりサンズ柄はあのアタックボーナス で、ナナズ柄はおそらくアタックボーナスかつ、まあ、ビッグも期待できるかなと。あのへそのあたりでも8ラウンドと16ラウンドの確認どちらもありまして、あ、そうなんですね、であの16ラウンドの場合だったら多分7の当たる可能性が高いかなと。なるほど、はい、ちなみにへその16ラウンドは 27% ですね。27%、はい、なので確変を終わったりした時、あのミドルスペックであれば、なんか演出が出ました、ラウンド中の演出なんで。あ、やっぱりじゃあサンズ柄でも可能性が、あ、ない、ああ、あれ申し訳ありません、サンズ柄でもやっぱりあの通常当たりは通常があるあるようです、やっぱ白図柄なんで。はい、いやー、さやかさん、まさかのサンズ柄で当たるところを見せたんですけれども、ちょっとそこが前作と、はい、違うところだったんですけれども、ごめんなさい、私あの失礼しておりました。サンズ柄だけにと思ったけど、アタックボーナスはあのアタックラウンドを獲得するためにチャレンジするボーナスってことですね。はい、さやかさん、時短です、デンサンプ中ですなんで、さやかさんはそのデンサンプ中に大当たりすることができれば必ず、そうだね、各編です。なるほど、さやかさんはそこでの引き戻しがかなり鍵を握っています。デンサポ中に引き戻せばもう問答無用で。そうです。あ、転敗した。嘘。いや、早いでしょ。あ、でもさやかさん待ってください。今文字ファイトでしたよね。ファイト。ファイトはクイーンよりチャンスですよ。クイーンより熱いって。クイーンより熱い。ファイトはクイーンより熱いって。対戦相手は。桜ギャルの対戦相手は？対戦相手は誰かな？マウマウですね。ただ前作同様対戦相手が表示される時の色はプレートの色重要なんで、そこ注目です。強そうだな、赤です。やっぱうまい、さあどうかな、さやかさんの方は当たれば何せ確変確定なので力の入るところですね。ブレインバスター決まりました。セクシュルーレット、じゃスピードで、ソフィーさんの方はセクシュルーレットなんでボタンを押してパワー。でも保留からスピードって出たんで、あ、なるほど、じゃあスピードまではとりあえず行くけれども、その先ですね。はい、パワーから、さあレミのナレーションからまだまだ始まるリングイン連続動く。とりあえずソフィーはもうちょっと続いてほしい。スピード。お、続いてる。続いてます。いけいけ、テクニックまで。一方さやかの方はマウマウにホールを取られそうですが、2から2からどう？ああ、ダメだ。あ、決められた。さやかの方は待って、あ、ソフィーチャンス、ソフィーチャンス。さやかが外れた後にソフィーの方はテクニックで3割いきました。よし。これは逆にソフィーがここで赤振り大谷引ければもしかしたらクイーンで信頼度アップですね。ボタンを押して、はい、カットイン、カットイン、これからの展開に期待しましょう。あのファイトとかテクニックとかってあのロゴの序列は一番強いのは何なんですか？テクニ、もちろん赤のテクニックです。テクニックが一番強い。保留に激アツが出ました。激アツ保留が出てる。さやか、さやか大変なことになってます。この後なんです。しかし、しかしソフィーの方も今相手の戦いで、しかも紫の唐草も、唐草、紫、唐草、どっちが先に当たるんだ。いいですか、アタックラウンドに V に入った方が先ですからね。やべえ、すげえ接戦、接戦です。さやかは激アツが出て今まさに当たろうとしていますが、ただ激アツ掘りこの次なんです。あ、マジですか、はい、ここはまだ普通の保留です。一方ソフィーの方は紫唐草模様が出て春先制してますよね。それね、どうですか、先制しましたか。先制した、熱いでしょ、当たるでしょ、早めに当たった方がいい。根こそぎぶっこのく、ぶっこのけるか。そこで当たれば、早めに当たればソフィーの方が圧倒的に有利になる。どうだどうだ、いや、返された返された。まだわからない、ソフィーの方は当たるかどうかはまだわかりませんが、当然のことがそこからマーベラスタージに発展します。キャット、キャットなんで中間のキャラですね。まあでも十分当たるチャンスあると思いますよ。ちょこちょこテクニック、はい、連打して連打して。このさやかさんが激アツ掘りを控えてるのに手前なのに発展してるという。ソフィーの王は最終的に6000。さあカットインの色はどうか。さやかの方は DC と戦っていてもどかしい、非常にもどかしい。ソフィーも分かっております。早くこの変動が終わってほしい。さやか、さあソフィーのカットインの色は、
え、青？青？あ、カットインがなんか。さっきの紫から草模様は？いやいや心配。当たりました。来た来た来た。ソフィー当たった。さあ、ソフィーだ。これで圧倒的にソフィーの方が有利だった。有利。はい、有利です。有利は有利だけど、もうさやかさんはもう電サポ中のあれだからね。だからさやかは当たった場合はもうソフィーが V を入らなかった場合はソフィーの最後の勝利が濃厚になります。ただそれはさやかが当たった場合なんでまだ分かんないですよ。いやでも激アツ保留、激アツを外してこそ激アツですからね。で一方さやかのマイプラスチャージはポールダンサーの方なんで、はい、ちょっと一番弱いタイプなんですけど、さあどうかな。だからピンク保留なんだもんだって。さあさやかのマイプラスチャージはどうか。その前に左の方のソフィーはコスプレ連打で、それが成功したらソフィーの勝利がほぼ確実。ソフィーさんここ大事だね。さあどうだ、どうだ、どうか、どうか、来てお願い。お願い言ってる。こっち当たりだよもう。あ、行かない。もう一回、もう一回チャンスありますんで。あ、もう一回ある。あります、あります。もう一回チャンスある。後半にあるはずです。一方さやかの方は当たりました。さやか当たったので電柱入賞からの当たりは全部確変。激アツ当たってる。なのでさやかの当たりは必ず V に入るはずです。ですね。なのでソフィーがもし、ソフィーさんソフィーがもしこの当たりをチャンスでものにできないと、はい、絶望的。なるほど。逆に V に入れば劇的な逆転勝利。どっちだ。どっちだ。どっちだ。どっちか。ラインアップエイト。ラインアップエイトに全員集合すれば確変です。ソフィーここ大事だよ。来た、どう、あ、桜木ある、来ない、来ない。残念、これ多分もう残念、ソフィーもうダメです。ソフィーなんですね。あ、いやいや待ってください、アタックラウンドに復活した、復活しました。あ、やだ、やったソフィーだ。まさかの逆転勝利だ。なんだ、すげえ、すごい、いや見せる、すごい見せる。しかもしかもソフィーの方はエクストララウンド16ラウンドあたりだったんですね。やっぱサンズからはそこそこ入りやすいみたいなチャンスかもしれないですけれども、まさかね、サイカと同じ戦が当たってこんな劇的な逆転勝利があろうとは、ね、しかも一旦同じエースで外れたと見せかけてまさか復活するっていう、こう、いや見せますね、お二人とも素晴らしいですね。素晴らしい。まあしかし勝負の方はですね、もうあの V が表示されているので出ました、ね、ソフィーさんの勝利ということで、勝利です、おめでとうございます。おめでとうございます。そして対するさやかさんの方にはこの後罰ゲームをやってもらいますので、だからさやかさんもこれ入るんですよね。そう、 V に入るのにね。入るは入るんですよね、これね。はい、初当たりバトル罰ゲーム、イエーイ。いやないっしょ、あれはあるっしょ、あるっしょ。電サポ中のね、激アツ保留を、はい、出しときながら、それでしかもタイムアップみたいな2回出してて、こっちはもう2回ぐらいガッツポーズしてるんですよ、復活で入ったみたいな、はい、あれだったもん ね、 そうですね。もう完全にもらったと思った、もらったと思ってました。やっぱパチンコってもう本当その最後の最後まで油断しちゃダメなんですね。本当ですね、完全に油断してました。まあでもね、見せ場はすごい作りましたからね。いや本当に素晴らしい、ね、あの激闘でしたよ本当に、はい、さあではさやかさん、うわ今の、1枚引いていただいて、はい、さあ引きました。ちょっと待って、これでいいのかな。あのここでもう、うん、あのいただきまで到達しちゃうと、もう次ね、そうですよね、あの第2戦目以降成立しなくなっちゃいますから、うんうん、まずちょっとジャブ程度の、まあ、じゃあちょっと、うん、あのセクシーな感じでこれを読まして、じゃあでは、全国のさやかファンの皆様、妄想を思いっきり膨らましてどうぞ。あんたかにいっぱい入れて。そういう風に言ってるんだ。言ってないです、言ってないです。言い慣れてるもんね。言い慣れてないです。すごい見て、あの山科さんの顔が。なんでなんで、ね、鼻がどんどん膨らんできてるから。なんで鼻が。という感じで第1バトルは終了でした。